日本代表、史上初となる元日決戦隊との親善試合が決定。現地サポは戦々恐々、歓喜の声も。日本サッカー協会は19日、日本代表が来年1月1日に国立競技場でタイ代表との国際親善試合を行うことが決まったと発表した。キックオフ時間は未定だが、元日に日本代表戦が開催されるのは史上初だという。わお、これはいいな。素晴らしい知らせだ。うちを招待してくれてありがとう、日本。とても嬉しい、とても光栄だ。楽しもう。この試合を組んだ協会を褒めたいね。この調子で頑張ってほしい。マジかよ、うちは0球で負けると思う。覚悟しておくんだ、0 7で負ける予感がする。恥をかくのが怖くないのか。フルメンバーで挑まないと、8失点する覚悟しておくんだ。日本はこれを気に入らないだろうな。なぜ日本はうちとの対戦を選んだのか？控えの選手をもっと試してみたいかもしれない。日本はどんなメンバーなの？控えメンバー？タイにも可能性があるだろうか？俺はタイの強さを信じている。というわけで、日本が6対0くらいで勝つだろう。